果てに掴んだ世界戦挑む王者は細身のハードパンチャーエスパラゴサ4ラウンドに杉谷はミグロスを王者のテンプルにヒットさせて会場を沸かせたしかし王者の反撃は横殴りの雨になって杉谷のガードを知らぬ間に突き抜ける足が悲鳴を上げたのは10ラウンド杉谷の挑戦は終わった自分を取り戻す舞台は4ヶ月後に訪れたが一回消えた炎を再び呼び起こすことはできなかった 若手の上田龍太郎に逆にプレッシャーをかけられた末の7ラウンドドカンという破裂音とともに上田の右ストレートは杉谷の細い顎を打ち抜いた杉谷は気持ちは立ち続けたまましかしその体は心を脱ぎ捨てた抜け殻になってリングに横たわっている強打と打たれ者さを重ね持つボクサーの儚くも美しい崇高な散り際だった杉谷光は 勝つ時よりもなぜか負け姿の方がかっこいいと言ったら、それはそれで言い過ぎや。